皆さんこんにちは、キャスアイズTVの小林です。今回はですね、英語についてお話をしてみたいと思うんですけれども、他のね動画でも話しているんですが、英語の民間試験の導入というのが大学入試、センター試験、新しい名称でいうと大学入学共通テスト、それで行われることになっています。GTEC とか TOEIC、TOEFL とか、そういったねケンブリッジ英検とかそういったものを使っていこうという話なんですけれども、その動画はその動画で撮っていて、その試験にね、変わるということ自体に、賛成とか反対とかっていうのは、あまりその生産性がないというか、もう決まってしまったことだし、別に僕がそういったなんか有識者会議に出ているわけでもないので、そこの意見表明をしても仕方ないと思うんですけれども、とはいえ、今ね、日本が向かっている方向、その英語教育とか、なんていうかな、英語の勉強に関して向かっている方向ってどうなのっていうことについては、少しね、僕も意見がありまして、で、それをね、いくつかもの動画で、お話をしようかなというふうに思っています。で、1本の動画でちょっとね、まとめて話そうかと思ったんだけど、やっぱり長くなっちゃうなと思って、1時間ぐらいね、話し続けちゃうことになるので、いくつかの動画に分けて、ちょっと小出しというか、各テーマごとにね、動画を撮ろうと思っております。で、おそらく、間違えなければ、この動画がその一番最初の動画になるんですけれども、今回のテーマに関して言うと、まずね、日本人が英語を話せない問題についてちょっと扱ってみたいと思います。で、各言うね、小林はどうなんだっていう風に聞かれそうなんですけれども、僕はですね、英語を流暢に聞いたり喋れたりすることはできません。先に言っておきます。要はネイティブスピーカーとか、もしくはアメリカにね何年間も留学した人とか、帰国子女の人と比べれば発音も拙いし、もしくはスピーキング能力だけじゃなくて、リスニング能力とかリーディングとか、そういうところも弱いかもしれません。ただ僕は普段ね直接その外国の方と英語でコミュニケーションする機会というのが仕事ではありませんので、あくまで旅行に行ってね、そういった英語圏とかに行ったことがある程度なんですけれども、英語で困ったことはないです。はい、だから喋れるのかって言われれば、その日本人って結構ハードル高く設定するんで喋れないって人が多いと思うんですけど、喋れるんですかって言ったら、喋れますというふうに答えます。なぜなら This is a pen でも何でもいいけど英語を喋ることはできますからね。だから問題は、本当にそこなのかって話なんですけど、その僕自身ね、あくまでその英語を外国語として勉強した人間という一つの意見として、お話聞いてもらえればと思います。で、テーマである日本人英語話せない問題なんですけど、その皆さんはちょっと難しいと思うんで、英語で考えると日本語に置き換えて、考えてほしいんですね。で、日本語じゃ皆さんがもしね喋れないとしたら、どういう理由で喋れないんですかって話なんですよ。いいですか？例えば簡単に言うとですね、皆さん頭が痛いとするじゃないですか。頭が痛いでもお腹が痛いでも足が痛いでも手が痛いでもいいんだけれども、どっか体が悪いところがあったとしたら、ね、そこに悪い部分があるんじゃないかなって普通思いますよね。けど、例えば、咳が出るけど、なんか大事なところは他の部分で悪い部分があったりとか、ね、頭痛がするけれども、実は頭に何かこう悪いものがあるんじゃなくて、体の別の場所に悪いものがあるとか、医学ってそう単純じゃないじゃないですか。ね、でそれって他のことでも言えて、例えば、そのバットにボールがね当たらないと野球やるときにね、おそらくスイングのどこかが悪いと思うんだけれども、そのバットにボールが当たらないからといって、その振り方が悪いとは限らないじゃないですかね。そもそもこう足のステップが悪いって可能性もあるし、なんか顔がこうねブレちゃってるからこうボールちゃんと見えてないとかって可能性もあるわけですよね。でやっぱりそういうこう専門領域に入っていくと、必ずしも原因と結果って浅いところだけでくっついてるわけじゃないと思うんですね。それは他のことでも何でも言えるんだけれども、こと英語に関しても僕はそうだと思うんですね。で英語が話せないって人の多くって、実はね僕英語が話せない人を見たことがないんですよ。要は高校生の方とか、社会人の方でその英語がね苦手で話せないんですとかね、いう方いますし、実際僕がね出会った人も何人もいるんだけれども、本当に何も喋れないんですかって聞くと、何でもいいから文言ってくださいよって言えば、例えば My name is なんとかとかね、なんか Hello, how are you とか喋れるんですよ英語は。じゃあなんで喋れないって言っちゃうのかっていうと、結局相手が言ってることが聞こえないっていうのが一番大きいんですよ。わかりますか皆さん。要は僕の動画を見てね、日本語で僕普段喋ってますから、日本語わかる人はわかりますよね。ただこれ例えば英語で僕が喋ってた場合、英語で、聞き取る能力がない人っていうのは聞き取れませんよね。そうすると例えば僕に質問をしようとしても
ね、質問のコメント、まあコメントはまあ書く言葉ですけど、でもコメントできないじゃないですか。僕は何言ってるか分かんないんだから。ね、こう身振り手振りだけだって、ね、字幕とかが入ってるわけもないからね。そうすると、結局、その聞き取れないから何か自分が発信することができないのであって、本質的にじゃあ何でもいいから喋れって言われれば、ね、アメリカの方だって、ヨーロッパの方だって、忍者、寿司とか言って、日本語喋るじゃないですか。僕らだってなんかハンバーガーとかね、まあいろいろ言えれば言えるわけですよ。ね、肉、ミートとか言ってね。うん、だからそういう風に、こう喋れないってことの根源は喋る練習をしてないというよりも聞く練習が足りてないってことがまあ一つあるんですね。ただもう一個そもそもの問題があって、その言語を知らないってことはありますよね。例えばまあ僕なんでもいいですけど、まあじゃあベトナム語ね、わかりませんね、聞いたことは多分あると思うんですけど、当然文法もわかんないし文字もわかんないです。でベトナム語でバーって喋られても当然全く言葉がわからないから、聞き取るとか話すとか読む書く以前にまずわからないですよね。だからそこの領域だったらまずは勉強しましょうって話になるんですよ。ただ聞き取れないっていう部分で詰まっている人って、聞き取ることができないから喋れないのであって、本当に喋れる能力がないのかっていうと、まあ、そこはまた微妙なんですよね。でその英語を話せるっていうと、まあ、日本人ってなんかあたかも、まあ、ネイティブ並みとかね、もしくはその英語を、まあ、かなり流暢に喋れる、そのビジネスで、まあ、英語を使う人とか、まあ、もしくはネゴシエーションができる人とか、まあ、長い間そういう英語圏に住んでる人とか、そういう人の英語を想定しがちだけれども、でも英語を話すかどうかって問題って普段のコミュニケーションの中で、まあ、英語が使えるかどうかですよね。要は日常会話ってことですよ。で僕らだって日常会話で人に聞き返したりするじゃないですか。え、今なんて言ったのとか、え、その言葉って何俺知らないんだけどとか、ね、あ、その芸能人俺知らないんだけどどんな人とか、そういうふうに話しますよね。わからないことあるんですよ、お互い喋ってたって。でもそれって単純にその知識がないというだけであって、まあ、聞き取れないという部分ではないかもしれません。うん、だけどその僕らが実際喋るっていう範囲においては、そもそも英語が聞こえなければ当然相手の質問に答えられなかったり、相手の話題についていくことができないので喋れないってことになりますよね。で実際ですね、まあ、僕がまあ考える、まあ、一個のポイントとして、まあ、日本人って英語できないよねっていう、まあ、そういう風潮があるし、まあ、もしかしたらそれは事実なのかもしれない。だけどもじゃあなんで日本人が英語できないのかって言ったら、僕はねその今の教育が間違っているとか、その大学入試がおかしいってことではないと、まあ、思ってます。でそれはまた別の機会にまあ動画撮るんですけれども、まあ、今回はじゃあ、ね、話せないの話なんですけど、じゃあ聞き取れない以外に、で言語がわからない以外に他の理由ってないのって言ったら、あるんですよ、話せない理由が。それね、僕が昔アメリカに旅行行った時に痛烈に感じたことがあるので、ちょっと今回紹介したいと思います。僕ですね、僕が旅行に行ったのはカリフォルニア、まあロサンゼルスなんですけども、そのロサンゼルスの郊外に僕の友達が住んでました。まあ留学してたんですけど、そこにね、こう友達に遊びに行こうと思ったんですよ。で僕はその一人でまあロスにこう観光ですけど旅行してて、まあ普段ね、まあ一応その旅行の英会話は別に全然できたんで、そのトイック勉強したんで僕は。特に苦もなく、まあ、当然聞き返したりとか、こっちの発音が悪くて通じないからメモ帳に書いて見せたりとかしましたよ。しましたけど、でも別にそれでうまく やれるんだから、別にそれで全く問題ないと思ってます。やってましたよ、旅行ね。ただまあそれで友達ん家に行くってなって電車に乗ったんですよ。で皆さんもわかると思うんですけど、電車ってこう車両のね窓側にずらーっとこうね横一直線に席が並んでる場合と、こうボックス席みたいなね、こう向かい合って4人ずつ座るみたいな、そういう席があるじゃないですか。で僕が乗った電車はそのボックス席の電車だったんですよ。で僕時間がねすごい不安だったし、何時にその電車が来るかもわかんないんで、結構早い時間にその乗るべき駅に着いて、その電車が来たね、もうね到着して今から15分後とか20分後に出ますよって状態だったと思うんですけど、もう本当に一番乗りぐらいでこう乗ってね、でまあ自分がこう座れるとこ探して、まあ1時間は座んないけど、でも1時間ぐらいかな、座んなきゃいけなかったんで、電車でね乗んなきゃいけなかったんで、まあ立つのは嫌だしと思って座ったんですよ。で普通に座ったで、窓側の席、ボックス席の窓側に、ちょこんって座ってたんです。で、そしたら、まあ人が来るじゃないですか。ね。で、人が来たら、まあ僕の隣とかね、まあ向かいとかに、まあガンガン座ってくるわけですよ。で、結構日本だとこう遠慮しちゃって、こうボックス席4人あっても、ね、席2人しか使ってなかったりとか、3人しか座ってないってこと結構あると思うんですけど、まあ結構アメリカとかは、まあパンパンに座ってました。で、まあそれはそれでいいの。でね、
僕そこからめちゃくちゃ驚いたことがあって、その当然ですけどバラバラに来るし、全然年齢層も違うね人たちが来るんですよ。まあ、たまたま僕の席に残り3個座ったのは全員ねおばさん、あ、じゃあおばさん2人とおじさん1人だったわ。そうだったんだけれども、あ、おばさんてかお姉さん1人、まあ多分お姉さんって言ってもまあ30代ぐらいのお姉さんと、あとなんかまあおばちゃんとおじさんだったんですけど、喋るんですよ3人が普通に、いきなりですよ。なんかでしかも話の内容もうっすらとしか覚えてないけど、なんか天気がどうだとかね、この前は雨が降ったからなんか洗濯がどうだとかね、そういえばこの前なんかあそこのレストランに行ったんだけどあそこは高いよねとかね、美味しくなかったとか、まあなんかその本当たわいもないことを喋るんですよ。え、この人たちって同僚とか友達なのかなと思うじゃないですかね。で当然わからないし、なんかまあちょっと3人でね、しかもボックス席だからちょっとあれなんか俺やべえとこ座っちまったなとか思って、でちょっとこうあれとか思ってたんですよ。でやっぱりね気になるじゃないですか。で他のボックス席とかもこう眺めてたんですよね。そしたらどの席も喋ってるんですよ、ほとんど。僕びっくりしました。横にいたね、僕の横に座っていたのが、まあ、黒人のおばちゃんだったんですけども、僕の横にいた黒人のおばちゃんがね言うんですよ。私の横に座っているアジア人はそのコミュニケーション能力がないやつだみたいなことを言うんですよ。えっと思って、えっ なんでみたいな、俺他人だしみたいな、わかります。でおばちゃんはもういいよ、こういうやつはね世の中にいるもんだからみたいな、気にしないで喋ろうみたいなこと言うんですよ。でいやこれはまずいなと思って、でも俺何も悪いことしてないしね、別に会話もそんな、だって日本人的にはさ他人の会話をがっつり聞いてたらそれ失礼じゃないですか。だし急になんか入ってくのも変だから、まあ、ちょっとこう疎外感を自分から出しますよね、うん、だから僕はそういう風にしたんです学生の頃の僕は。でもさすがにそこまで言われたら、えどういうことなのって思って、えなんでですかみたいなことを聞いたら、まあ、結局えあなた喋れるのみたいなこと言われたんですよ。みたいな、いや私はあなたは病気の人だからね、その言葉聞こえないとか喋れない人だと思ったって言われたんですよ。いやそんなことはないですと。で僕英語下手でね、今日本の大学通ってて、まあ英語勉強してて、まあ今日はね旅行で友達ん家に行くので来たんですって言ったら、あらそうなのウェルカムみたいな感じで、もう何だったらそこからもう全部中心の話題が僕みたいな、え日本でどんなこと勉強してるのとかね、え日本ってなんかこういう文化あるんでしょとかね、えお寺って本当にみんな金色なのみたいな、いや全部じゃないです一個だけですみたいなね、金閣寺の話ですよね、まあ、そういったこともうめちゃくちゃ質問されるんですよ。であそういうことなのと思って、で途中で聞いたんですよ。でえ皆さんってなんかお知り合いとか同じ会社の方なんですかって聞いたら、いや全然みたいな、ね、通勤電車でまあ同じね時間にこう乗るから会うことあるけど別にみたいな、全然知らん人だよみたいな、なんだったら名前も知らないみたいなこと言って笑ってるんですよ。えあそういうことなのかって僕は思ったんですよね。要はどういうことかっていうと、そのやっぱりこう国とかまあ、地域で文化っていうのがあるんですよ。で日本ってやっぱり他人と距離を取るとか、まあそんなにねその見知らぬ人に急に声をかけたりとか相手に関心を寄せる文化っていうのはないんですね。だけどまあ僕が行ったたまたま行ったとこだけかもしれないけど、まあ、海外の地域ではそうやって知らない人でも、まあ、気さくにコミュニケーションしたり相手に質問したり自分の言いたいことを言ったりするっていう文化が、まあ、あったりするんですよ。まあ、日本でもね、例えば居酒屋とかに行ってそのお店の人とか、まあ、お客さん同士でね、まあ、ちょっと大変ない話をするっていうのも、まあ、あると思うんですけれども、まあ、なかなか電車でそれってやらないですよね。まあ、あえては新幹線で隣り合った人と場合によっては何かのきっかけでもうちょっと話すぐらいで、でも当然ね相手もなんか時間もあるし遠慮しますよね普通ね。だからそれはすごく特殊だなというか、特殊というか、まあ、僕らが特殊なのかもしれないけど違うなっていうのを感じました。で結局これ何なのかっていうと、そもそも日本人が英語を話せないっていうのは、まあ、聞き取れないっていう要素もあるんだけれども、多分それとね同じぐらい相手に対する話題とか関心とかコミュニケーション意欲がないってことが僕はあると思うんですよね。でよくね英語がこうできなくてすごいなんかこう大変でしたって話を聞くと、やっぱり海外とかに行った時にみんな仲良くおしゃべりしてるのになんか自分だけ輪に入れなかったみたいな、まあ、そういうこうなんていうのかな、まあ、イメージをねこう持ってるんです僕はね。そういうことを言われることが多いんですけど、じゃああなたは何か自分から話したのって言ったら、いやだから話せなかったんです。えじゃあ英語聞こえなかったんですかって言ったら、まあ、7割ぐらいは分かりました、じゃあ分かった7割でなんかじゃあ聞くの喋ればいいじゃんって言ったら、いやでも勇気がなくてみたいな、
そうなんですよ。結局だからその関心とか話題とか勇気とかそういった部分がなくて話せないっていうのがあるんですよね。でこれはねよくまあある話なんですけど、日本の政治家とか、まあ、政治家じゃなくてもいいんですけど、偉い人とかがよくまあお金持ちが行くというか、もうそういう言い方よくないんだけど、その晩餐会とかあるじゃない。で晩餐会とか行くと、その気さくにその日本人が英語でコミュニケーションできないみたいなことを結構言われるんですけど、でもそもそもね、それって仮に日本語だったとしてもどうですかって話なんですよね。皆さん例えば晩餐会みたいなとこ呼ばれて、仮に日本語ね、全日本人でもそんな知らない人に気さくに声かけて話すって結構難しいじゃないですか。まあ、もちろん得意な方も入れてますよね。コミュニケーション力高くてそういう話しかけたりするの得意だなっていう人もいると思うし、まあ、僕は結構その辺なんかあまり抵抗ない方といえば多分ない方なんで、まあ話せると思うんですけど、でもやっぱり世の中的に、まあ、僕も昔結構そういう緊張しいだったんで、まあ、難しいんじゃないかなって思うわけです。だからどちらかというと、その日本人が英語を話せないっていうのは単純にその聞き取れないって、まあ、そこまず大事ね。だからその話さないから話せないっていうよりは、聞こえないから話せないっていうのがでかいでしょっていうのがやっぱ一個と、もう一個はやっぱりその話題とか関心がないってことなんですよ。で僕がその旅行に行った時に英語で困りませんでしたっていうことの理由の一つが、やっぱりねちゃんと調べてたっていうのがあるんです。例えば自分が行きたい場所の、まあ、地図とかを調べたい。まあ当時まだスマホとか僕持ってなくて、その地図を見ながら旅行したんで、行きたいところのね、道、あれこれって右かな左かなとか分かんなくなったりした時に、まあ聞くわけですよ、周りの人に。で、その時に結局、そのちゃんと道の名前とかをね、地図で見て調べてるから、それをなんとなく言えばそれは通じますよ。ね、例えば電車のね、何分に出るんですかとか、チケットどうやって買えばいいんですかって聞くときも、ちゃんとその電車のこととかを調べておけば、きちんとそれで伝わる場合が多いわけです。で別に僕は特別何か英語力が学生時代高かったわけじゃないし、まあ、トイックでいい点も取ってなかった、最初はね、取ってなかったって話もしてると思います、動画でね。だからそういう意味で、僕がですね、まあ、体験したことっていうのもそうだし、まあ、皆さんも多分そういう体験あると思うんですけど、きちんと、例えばその対象物、まあ、別に、誰かと話すならその相手でもいいんですけど、相手とか対象物に関してちゃんと情報収集をしてから挑めば、結果的にねその話せないってことは、まあ、実は少ないんじゃないかなと思います。まあ、なので、まあ、そういった意味でね、その日本人が英語を話せないっていうのはもしかしたら事実かもしれないんだけど、単純にスピーキングの練習が足りないっていうよりは、リスニングとかもしかしたらその話題とか関心とかそっちの部分じゃないのかなというふうに思います。はい、まあ、今回はね、まあ、そういった動画を撮らせていただきましたが、まだまだねちょっと英語教育については、まあ、言いたいことがたくさんあるので、また別の機会に動画にしたいと思います。というわけで本日の動画は以上となります。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。